水さんはこの話はどういう。一緒に泣いてましたね。あ、そうですか。浅田真央、羽生結弦、次々と現れるスターがファンを魅了した。演技ができない。エミリーのところに行きました。紐が切れて取り返すのかもしれませんね。疑惑のフィギュアスケーター、トーニャ・ハーディン、当時23歳。彼女はこの年、ある事件で世界中に初めて口を開いた。あの事件のせい、私の人生はめちゃくちゃにされたわ。4000万円の借金、激太り、そして時給500円の草むしり生活、銀盤の